こんにちは。NPO 法人地域資料デジタル化研究会副理事長、それと今回八ヶ岳コモンズのプロデューサーということで、仕事をしております丸山です。考えることがいっぱいあってですね、でちょっと頭の中整理したいなと思ってこんな動画を作っています。よろしくお願いします。ざっと言うとですね、僕たちの NPO 法人、いろんな活動をしている中でですね、大きな柱がありまして、山梨県山中湖村の山中湖情報創造館という図書館の指定管理者として、仕事をしています。図書館、いわゆる地域の公共図書館サービスをしているんですが、それに加えて2019年10月から北杜市立高根清里小学校、これが今年の、4月に廃校になりまして、その廃校の有効活用ということ利用ということで、北杜市の方が募集がありまして、それに応募したんですが、今年2019年の10月から、その高根清里小学校を丸ごと一つ校舎も体育館も校庭も借りまして、10年間の契約で新しい地域のコミュニティスペースとして運営していこうと考えています。ただね、やるにあたってとにかくいろんなことがもう盛りだくさんなんだなので、一つ一つちょっとその辺を、ね、整理していこうと思ってます。高根清里小学校、こんな校舎です。はい、こんな感じですね。ちっちゃい小学校です。いや、1学年1教室なので、いわゆる普通教室が6つで、それに対して職員室、それに加えて職員室、校長室、それから保健室、あとは家庭科室、理科実験室、ね、それとあと図工室とか音楽室とか、それからあと図書室もあります。で、合わせて体育館とか、校庭があるんですが、その施設を使って何をするのかなっていうのが、結構いろんな人が気にしているそうですので、その説明も、ね、含めて、こんな動画を作ってます。じゃあ早速いきましょう。まずですね、何をするかというとですね、まずいきます。見える？あ、見えるかな？見える？もうちょっとこっちでいい？名所の図書館八ヶ岳というのを考えています。ぐるに並べちゃうね。それから同じくその名所の図書館なんだけど、 VR というものを考えています。真ん中にそうだよ。マグネットが足りないので、よいしょ。で、ここに、八ヶ岳のね、というか清里のグリッドにして、清里、特に清里、八ヶ岳清里の、いわゆる開拓の歴史と観光の歴史、そういったものを見れる資料で、あと思い出の保管庫ということで、メモリアルグッズになっても考えます。いい、ちょうど入ってる。入ってるね。で、ヘッドスがいっぱいあるのでね、それを使いながら職員室型ネットカフェ、それから室内に市民ギャラリーですよね、教室を使ったギャラリーみたいな活動の発表の場みたいな、それと YouTube スタジオ、あとワーキングコモンズ、ワーキングコモンズ図工室になって、で、あとは
という感じでございまして、大体このぐらいの音ができたらなというふうに今考えています。まあ、どちらかというとこれは、施設ハードウェアをどう使うかっていうね、そんな感じです。ちょっと説明していきます。まず名刺の図書館八ヶ岳なんですが、こちら、まあ、そもそも今回こういう感じで場所を借りようという大きな動機なんですけども、まず最初はねあのいわゆる大学の先生方のイメージが最初強いんです。で、まあ、それが引っ転がってるんですけどね、まあ、まあ大学の先生というイメージを持ってもらうといいかと思います。まずその大学の研究室をお持ちですね。で、研究室の中に、まあ、たくさんこう本があったり資料を集められたりされてるんですが、まあ、そういった方が、まあ、定年になられて大学を辞められるときに、まあ、そういった、まあ、生涯をかけた研究成果としての一つの本棚蔵書があるわけですね。まあ、それが昔だったら大学の図書室が引き取ってくれるということもあったんですけども、最近なかなか大学の図書室も引き取ってくれないということがあって、まあ自分で処分するか、まあ、平たく言えば捨ててしまうか、あるいは家に、まあね、たまたま家に持ち帰れるスペースがあれば家に持ち帰るということもあります。ただ家に持ち帰った際もですね、まあ、ご本人が、まあ、元気なうちはいいです。例えばまあね、天井が落とされて亡くなられて、まあ、本棚だけ残ってしまうと。で、ご家族の方がお父さんのこの本棚どうするのっていう状態があるんですね。で、結局それもいつか処分されてしまうというのがありました。せっかくその方、せっかくというのかな、その方がある意味生涯をかけて集められた研究成果としての蔵書、それから資料、そんなものが、まあ、失われてしまうという現実をいくつか見てきています。で、それってやっぱりある意味人類の英知というと大げさですけど、大きな損失じゃないかなと思ってるんですね。まあ、そういったものを預かれる場所があったらいいねっていうことをずっと僕たちの NPO の中で話をしてきました。ただ残念ながら僕たちの NPO はそれまでそういった場所を持ってなかったので、じゃあ預かるってことどこに預かるのってことが必ず問題になってきたんですが、それを今回廃校の有効活用ということで提案させていただいて、それが採択いただいたということがあります。なのでまず名刺の図書館八ヶ岳は基本的に物理的に蔵書を預かります。小学校に何とか先生、何とか教何々さん教授の本棚みたいなね、そんな感じのものができるイメージです。ただ全書斎にある本全部預かることがほとんど不可能かなということが今言われていて、一応スペース的な話で言っているので、まあ、ある意味厳選して、何百冊あるいは本棚の人 1列エクセルでいうと横が行で縦が列だ、1列分だけ、この先生の本ということで預かるようなイメージを持っています。で、それを作ってる中でやっぱり今言いましたけど、物理的にやっぱり収蔵能力の限界があるよねって話をしているので、それに対して、名刺の図書館 VR というのを一つ考えました。これは物理的な本は預かりません。むしろその方の書斎あるいは研究室の記録を取っておこうと。で、今ありますがいわゆる360度カメラ、色をかけながら、360度クリッとこう、ね、撮影できるカメラがありますので、まあ、そういったもので書斎や研究室を撮影し、で、本棚も拡大すると、ね、こう背拍子がこうはっきり読み取れるぐらいの解像度で本棚の撮影をさせていただくと。で、まあ、そうするといつかそういった技術、デジタルの技術が進んできて、まあ、その中をこうとりあえずこう VR ゴーグルで360度ぐるっとこう見えるというような形ですけど、3D にしたりとか、実際にその本棚の本背拍子を触れると電子書籍がポッと出てくるような、まあ、そんなインターフェースも考えられるかなと。ただ記録しとかないと何もできないので、そういう意味では名刺の図書館 VR はまず、丸ごと先生の書斎とか研究室を撮影し、本棚の状態を撮影し、で、まあ、それを、後々に残していくというのが VR の方です。で、
よいしょ、あ、これ俺消えちゃうのどうするか。それと、一つ教室を使って八ヶ岳清里資料館を作りたいと思ってます。あと、ラジオリーが赤いのね、物理的な展示の資料館と、あと、まあ、インターネットとか、デバイスを使って見るアーカイブ、これは、採択と採択とあと参考開拓と観光の歴史、字間違えちゃったけど、まあいいや、まあ、それを残していこうと。で、よくある地域の民族資料館とかっていうのは、江戸時代とかね、明治時代とか、昭和の初期ぐらいのいわゆる電気を使わない民具がたくさん保存されてるんですけど、戦中、それから戦後、それと戦後の高度経済成長時代、もうそういったものの資料がほとんどちゃんと、まあ、そうした資料館に集まってないです。なので、まあ、その辺のところで特に清里は開拓の歴史がありますので、まあ、その開拓の歴史、それとあと、まあ、そのブームだった観光の、ね、時代の歴史、今日どういっちゃったかっていうことも含めてですが、そういったものの資料館を作りたいと思います。で、あと、メモリアルレポジトリ、これは思い出保管庫ということで今考えているものです。まあ、一つそうね、30センチから45センチぐらいのこのぐらいの箱、そういった中に、アルバムとか家族のアルバムとかね、それから、額に入った写真とか、それとビデオテープとか、ビデオテープもいっぱいありますよね。 VHS とか、8ミリになったりとかミニ DV になったりとか、いろんなのがあります。それビデオテープとかね、それから音楽テープ、まあ、家にオープンリールがある人はそんなにいないかもしれないですが、こういうカセットテープがいっぱいある人と思います。まあ、デジタル化すればいいんですけど、なかなかすぐにもデジタル化できないということがあって、まあ、それをしばらく預かるような形でその箱にボンって入れてもらって、それを一箱、まあ、月いくらみたいな形で預かる場所としてメモリアルレポジトリというのを考えています。まあ、そんなところがまあ一番大きな柱なんですが、まあ、日常的に使うということで言うと、職員室型ブックカフェっていうのを今考えています。まあ、職員室でお茶飲みながらね、それからもちろん、多分館内全部 Wi-Fi、 それから、充電ができる電気をコンセントとか提供する予定なんですが、まあ、それだったら、まあ、今出てるのがこのワーキングスペース、コワーキングスペースに使ったらどうってやった話が今出てました。まあ、ブックカフェだけではなくて、まあ、そういう共同っていうのかな、いろんな人が出たり入ったりしながら、まあ、仕事ができる場所ということで考えているところです。アートコモンズ市民ギャラリー、地域の方の、まあ、作品の発表の場ということで、まあ、写真展だったりとか工芸品だったりとか、まあ、陶芸とかね、そういったものを発表する、まあ、アートコモンズという、まあ、市民ギャラリーとして考えています。それから音楽室があるんです。これはなかなか一気質的な音楽室です。客席が段々になって階段状になってます。まあ、そこを使って、まあ、シアターとして使おうかなと思ってます。まあ、コンサートやるでもいいし、まあ、何かの発表会、特にそうかっこよく言うと、例えばここでね、やっぱり確認しようかな。いわゆるプレゼンでね、特定の人からという問題でも分かりたい。まあ、例えばだけど、ペット風なプレゼンができる、場所ということで、まあ、それを今僕がこうやって撮ってみたいに、会社のね、なんか新商品の発表とかをこうプレゼンテーションするみたいな、まあ、そういった音楽室の使い方ができるかなと思います。それと、クッキングスタジオ、それとサイエンススタジオ、これ調理室と理科室なんです。で、調理室と理科室って大きいグループ用のね、大きい机がドーンって置いてあって、それが動かせないのでしかもクッキングスタジオの方はガス管が入ってて、サイエンススタジオ、ガスと水道が入ってて、サイエンススタジオの方は水道が入ってるので、まあ、それを動かすことができないので、まあ、クッキングスタジオとサイエンススタジオということで貸し出しをする予定です。で、あと、YouTube が撮れる、まあ、こんな風に、ね、今撮ってますけど、 YouTube が撮れるスタジオを作ろうと思ってます。今用意できているのがグリーンバック、それと、まあ、カメラ、
ちょっとカメラもいろいろ用意しましょう。それマイク、それミキサー、まああとそういったもろもろですね。ですぐには用意できるのがグリーンバックだけ。あ、グリーンバックとマイクは用意できます。で、あと徐々にカメラの台数を増やしたりとか、照明入れたりとかして、まあ、ポッと来てね、すぐにあの動画が撮れるようなスタジオを作ろうと思います。まあ、動画が撮れるってことで言うと、さっきのクッキングスタジオとかね、サイエンススタジオも、これあの、いわゆる料理動画を撮ったりとかね、理科の実験動画を撮ったりとか、そんなところができるのにも使ってもらってもいいです。で、まあ、YouTube スタジオ。で、図工室があるので、図工室を使って、何か工作をしようと。言ってしまえば、いわゆるメーカースペース、油棒、まあ、そんな感じです。スペースですね。で、あとですね、もうすぐに今もう貸し出しができますけど、大気管と工程は、まあ、すぐに貸し出しができます。実はプールがあるんですけどね、体育館の1階というか下にプールがあるんですけど、そこはね今ちょっとまだ検討中というか当初使わないということで、事業計画を出しました。ただいろんなところに挨拶に行くとプールどうすんのっていうのが必ず聞かれるので、使いたい人は多いなっていうのがあります。まあ、ただ現状としてはまだ使えない状態、水がただ張ってあるだけの状態。で、まあ、体育館と工程で、あと教室があります。じゃあこの辺はね、体育館グラウンドに関しては、いわゆる、なんだ、スポーツ合宿とか音楽合宿とか、まあ、そういうね、スポーツ合宿かな、まあ、そういったものにも使っていただけるといいなと思ってまして、まあ、地域の宿泊施設の皆さんにそういった場所があるのでね、今度は団体客でスポーツ合宿とか大学のゼミなどのシアターコンボっていいかもしれないですね。ゼミとかね、そういったものも使えますよってことで宣伝していこうかと思ってます。あと全体がまだ準備中っていうこともあって、まだそういうのはまだね、机とか椅子がないんですよ。ないので、まあ、今一教室分、せめて一教室分だけ机と椅子、学校の教室を再現できるぐらいは欲しいなって今思ってるんですけど、一応これフィルムコミッションといいますかね、一応ロケ地としても提供できるように考えています。まあ、学校の、ね、風景で撮りたいとか教室の風景で撮りたいとか、まあ、映画とかドラマ、CM、ミュージックビデオ、プロモーションビデオ、まあ、っていうのもありますけど、もっと個人的にね、そういった場所で記念写真撮りたいとか、それから、まあ、例えばですけど、何か集まってコスプレでゲームプレイヤーみたいなね、コスプレで写真撮りたいとか、まあ、そういったことにも使っていただければなと思っています。まあ、そんなもうこれだけのことをやろうっていうねなんかすごいことになってしまって、実際に動けるメンバーは本当に3人4人、今一応デジタル化研究会の理事長と、事務局と、まあ、僕も副理事長ですけど、そんなところで今計画を練っております。でいよいよ、2019年もう年末なんです。この動画撮ってるのはもう年末なんですけど、年明け早々ですね、これらのことを具体的に形を作っていくってことをしてないと、一応来年の4月ですね、4月にプレオープンをして、まあ、グランドオープンはまた半年か1年ぐらい経ってからいろいろ詰まってきてグランドオープンしようと思ってるんですが、まずは4月のプレオープン目指して、どこから手をつけようか、どこから始めようかみたいなところで今考えているものです。じゃあこの動画も、まあ、そんなことをちょっとこう考える、ね、頭の中整理させるために作ってるんですが、まあ、こんなことを、今目論んでおります。というわけで、とりあえず今全体像を話しました。また今度一つ一つで、ね、やっていくからね。はい、じゃあそれではまた。